アントニオ・ロッコ・パパレオは、イタリア共和国、バジリカータ州ポテンツァ県ラウリーア出身の、イタリアの俳優。ラウリーアで生まれ、大学へ通うために、ローマへと引っ越し、そこで演劇の世界に入っていった。喜劇俳優やキャバレー俳優、映画や、劇場の俳優、作家や、音楽家、映画監督等、エンターテイメントのすべての分野にわたって、パパレオの活動は広がっている。 1985年に、サルバトー・レ・マティアの演出による、サスリー・ラピジにて、劇場デビューを迎えた。映画では、アレッサンドロ・ダラトリによる、センツァ・サペレイでデビューした。また、フランチェスカ・アルキ・ブージによる、コンギ・オッキ・キウジア、レオナルド・ピエラ・チョーニによる、アイ・ロ・リアキ、パオロ・ビルチによる、フェリア・ディ・アゴスト、ジョバンニ・ベロネージによる、イルバ・ー・バイエレイ・ディリオ、アントネロ・ディレオによる、 短編映画センザパローレなどにおいて、役者としての才能の進化が発揮されている。さらに1998年には、ミケーレ・プラチドによる映画デル・ペルデュート・アモーレと、ジュリオ・バーゼによる、ラ・ボンバにて主演を務めた。その後も、映画ビオラ・ボシア・ツッティ、レオナルド・ピエラ・チョーニと共に、バルデッラ役として、イル・パラディ・ゾ・オール・イーイン・プロービソに出演した。 また t i a m o ントゥッテルリングウェイ a y モンドには、アンセルミ教授役で出演。最近の作品では、ウナモーリエ・ベリッシマにて、ポモドーロ役で出演している。テレビにおいては、純粋で欲のない五丁六個メローに役で、クラス・ディフェロに出演し、ジョセフ・サージェント監督のボラ・シュシューで、リノ・バンフィと共演している。1九9七年には、自身による作詞作曲にて、アルバムチェノン・ S.I. サッピア・インジロがリコルディよりリリースされた。ありがとうございます。